本塁打王村上、打点王村上、最多安打長岡、最多得点村上、最高出塁率サンタナ、最優秀防御率高橋宏斗、最多ホールド松山、最多セーブライマル。すごい、合併したら最強なのでは。中日スワローズになれ。野球のリーグ戦は一部だけ超優秀な選手がいて残りは微妙みたいなチームより、そこそこのやつがいっぱいいるチームの方が強いんや。あと無理して上位に勝つよりも下位から徹底的に搾取するチームの方が強かったりとかも。合体。守備はどうなんすかね。合体したら優勝やろね。中日の塔とヤクルトの打のチーム作れば最強だね。でもヤクルトの本拠地がバンテリンドームで中日は神宮だったら。馬車有利の神宮と投手有利のバンテリンドーム。ちょっと試しに1年本拠地入れ替えてみようや。合体した場合の監督って高津になるの？ヤクルトと中日はライバル関係やね。こっちの方が伝統の一戦やろ。久保九郎が投げたヘルメットをドアラがバク転でキャッチすれば成功やろ。監督はヤクルトと中日に所属した選手にしよう。森岡？川崎がおるやん。ジュニドラスワローズか。こうやって並べられるとパークファクターの影響感が増す。選手入れ替え戦でも攻撃の時は神宮で守りの時はバンドなら優勝できるやろ。自分攻撃時は神宮で、自分守備時は名古屋になるチームが最強なんじゃないの。合体したとしても点は取られるけど逆転できない。どうでもいい時に打って稼ぐチームには変わりないのでは。ドラゴンズとスワローズの2チームで打順考えてみたが楽しいな。代打山田ができるしええやん。神宮の時はショート村松できるし強いわ。中日のリリーフが味方に加わるのはありがたいが、それ以外のところは微妙にポジションが被っていて使いづらいんよな。最強の盾と最強の矛、どっちがあろうとなかろうと、結局は使うやつっていう教訓やね。